私は読谷村地域振興センター1階に新しくオープンしましたこちらのお店さんへ来ております。まずは自己紹介をお願いいたします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。10月20日に新しいお店をオープンしまして、はい、一応商品はですね、はい、お米を使った商品っていうのが私がお米の自給率アップを、はい、コンセプトとして持ってるんで、なのでお米の推奨店ということで、商品の方も全てお米を使ったものですね。こちらを取り揃えています。お店の名前をお伺いしてもいいですか。はい、お米にイニシャル、アルファベットの小さい M ですね、こちらで米に M でベイ M と言います。お、はい、本当に店名にも米という字が入っているんですけれども、はい、どういったメニューがあるのか教えていただけますか。はい、やっぱりお米の推奨店なので必ず米という字は入れたかったのと、うん、M はですね、まあ、こういった飲食店をやるときにいい印象を与えるというのと、あと私がお名前もぎというので、まあ、そこにもつながってますし、はい、いろんな意味で M を使うと、なんですか、イメージがいいんですね。なのでベイ M というお名前にしました。はい、どういった商品を販売しているんでしょうか。はい、そうですね、まあ、代表的なところでいうとまずはこういったおむすびですね、おむすび、こちらはおむすびというもので、おにぎりとはちょっと違ったこだわりを持っててやってまして、すべて型は使わず手結びで、こういった形で、結んでおります。ですので、なんですかね、押し込まないでお米を潰さず、周りだけを、角だけをしっかり結んで、中に一緒に空気を結んだおむすびというものになります。はい、もちろんおにぎりとも言いますけども、おにぎりと一応おむすび、いろいろ諸説はあるんだけど、一応こだわりとしておむすびという部分で販売はしています。はい、すごいですね、なんかふっくらとした美味しそうな感じがしますね。はい、おむすびといえば具材いろいろあるかと思うんですけれども、はい、中でももぎさんのおすすめは何でしょうか。おすすめ、はい、私ちょっと東京で長くおむすび屋さんやってたんですけど、そちらでもやっぱダントツの1位は北海道産の紅鮭を使ったものになります。こちらが鮭がですね、フレークとか、食品添加物が入ったものを使ってなくって、半身をですね、お店のオーブンで焼いて、それを一つ一つ 手でほぐしたものを具材に使ってますので、添加物とかもなくて安心してお召し上がりいただけると思います。ここ今回沖縄県読谷村でオープンされたわけなんですけれども、はい、この沖縄で食べる時にも北海道産の鮭を使ってるんですか。はい、必ず北海道産、まあ国産のものですね、でも一番やっぱり多く、いい商品が入るのがやっぱ北海道なので、はい、うちは北海道産にこだわって作ってますね。はい、具材にまでこだわりがあるということでした、はい、そして私が気になったのがですね、玄米のおむすびもあるんですね。はい、そうですね、やっぱり玄米なかなかお家でちょっと炊き上げるので、まあ、できなくはないんですけど、芯が残ってたりちょっと硬いとか、あと匂いですね、臭みがあってなかなかこの定着しないものなんですけども、お米自体の栄養価は白米よりも、白米より約4倍ですね、あるので、私としても玄米を美味しく召し上がっていただくことを、おすすめしてますね。本当にですね、このおむすび、小腹が空いた時はちょっとしたテイクアウトにもおすすめですね、はい、またイートイン限定のメニューもあるんですか。あ、そうですね、はい、イートインでは、まあ、お茶漬けのセット、まあ、お茶漬けっていうとどうしてもこの某長なんとか院さんが出してるような、はい、ああいうインスタントのイメージあるんですけど、私は東京でもともとずっと板前をやってたのもあるので、はい、だしをしっかりちょっと取ったものを、はい、おかけするだし茶漬け、焼いたおむすびをそのままお茶碗に入れて、はい、具材ちょっと乗せてだしをかけたものをだし茶漬けという形で出しています。それとあとはこちら沖縄は結構卵、いろんな養鶏場さんあるので、いい養鶏場さんの卵を使った卵かけご飯のセット、どうしてもコンセプトがお米を食べてもらうことにあるので、そっちに重点を置いて卵かけご飯のセットですね、こちらは卵食べ放題で、やっています。おかわりのご飯とかも 1g1 円でご提供はしてますので、よかったらこちら限定食ですけど、はい、ご利用いただけたら嬉しいと思います。本当にたくさん食べ
めたい方にもですね、またはこのお茶漬けということで、これからの季節美味しくてさらに温まる最高のメニューですね。はい、ちょっとしたやっぱりこのホッとするようなやっぱりご飯のイメージを持ってもらいたくて、なるべくもちろんこの後いろいろメニューの方は増えていくんですけども、この原点であるお米を食べてもらうというところにつながるようなメニュー構成を考えていきたいと思います。はい、はい、さてそんなおにぎりをはじめとした米を使ったメニューをご用意しているベームさんですが、その他美味しいスイーツもあるんですよね。はい、そうですね、やっぱりご飯だけじゃなくて、うん、その後、お昼のおやつに食べてもらえるように米を使ったスイーツをご用意しております。はい、美味しいお米を使ったスイーツを作っているとお伺いしたんですけれども、はい、どういったスイーツなんでしょうか。はい、こちらですね、お米を使った米粉ですね、うん、でシフォンケーキをはじめ、うん、まあ、食パン、うん、まあ、クッキー、うん、でガトーショコラ、チーズケーキなどを販売させていただいております。商品ですが、うん、白い砂糖を使っておらず天才糖なんですね、すべて。なので、まあ、体に優しいというそのコンセプトで、作り上げております。何種類ほどのスイーツがあるんでしょうか。はい、今ですね、シフォンケーキで、まあ、米粉の食パン、でガトーショコラ、チーズケーキ、まあ、クッキーですね、まあ、5種類を今メインに置かせていただいております。シフォンケーキはですね、こう毎回、まあ、テイストが変わってる感じですね、まあ、新しく常にこうプレーンがあったり、まあ、マーブルがあったり、バナナがあったりと、まあ、決まったテイストではなくて、日によっても日替わりっていう形で、させていただいております。いろんなスイーツをご用意しているということですが、どういったところがこだわりなんでしょうか。はい、こだわりは私が愛を込めて作ってます。おお、それがこだわりですね。はい、いいですね。愛情が一番ですね。そうなんです、そうなんです。その愛情をたっぷり込めたスイーツをぜひ皆さんに食べてほしく、で毎日心を込めて焼いております。ありがとうございます。はい、ぜひ皆さん、美味しいおにぎりでお腹を満たした後は別腹でこの美味しいスイーツもお召し上がりください。はい、ありがとうございます。それでは最後にお店の営業時間、定休日を教えてください。はい、営業時間は、11時から、4時までとなっておりますけれども、もちろんお米の準備とかはありますので、一応こちらのフードコートの空いてる10時からはご購入することができますので、一応営業時間としては11時から4時と思っていただきたいです。で、定休日はですね、今のところ設けてないんですけれども、催事の出店とちょっとご依頼が多いので、そちらの準備ですとか、まあ、催事出店日はちょっとお休みすることがあるということで、不定期ですがお休みをいただくことはあります。基本は年中無休で行っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへ一言お願いいたします。はい、ですね、やっぱり日本人の米離れをなくしたい、お米の自給率をアップしたいということで始めたこういったお店になります。皆さんで協力して地産地消にも取り組んでまいりますので、一緒にいっぱいお米食べてください。よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、ぜひ皆さん、この新しくオープンしたビームさんへ足をお運びください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。